だよね。マイクつけてないもん。すまんやで。ごめん。ごめんね。ヘッドセットして喋ってくれ。なんかこう確かに陶器 ASMR だと思って。陶器やーつね。陶器やーつだと思って。そうだよ。みんな。みんな。ね、元気かい？えんやで。イベントぶり？イベントぶりじゃないでしょ。じゃないでしょ。イベントの後すぐあったでしょ。あったでしょ。うん。ちょっと記憶が曖昧だけど。そう、私たちすぐに記憶を失う民だから。そうなのよ。すぐなくなっちゃうからさ、新年度になって記憶を失っちゃったから。そうなのよ。リセットしてんのよ。いろいろなものを。そうなんですよね。元気かい？みんな。元気かな。なんか久々な感じがするな。そうだね。ね。月一だしね。そう、月一だから。うん。夏年にも1ヶ月まるまる会ってなかったもんね。会ってないと思うよ、ね、会ってないと思うな。そうそうそう。だからめっちゃ久々感あるわ、うん、もうなんかこの年になるとさ、うんうん、1ヶ月会わないって1ヶ月会わないっていう体感じゃないじゃん。あ、そう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 、1週間ぐらい会ってないぐらいのさ。そうそうそう、感じじゃん。1ヶ月はめちゃめちゃ会ってるもんね。1ヶ月に会うってめっちゃ会ってる。会ってるのよ。そうだよ。学校に通ってる人は信じられないかもしれないんだけど、大人になるとこういうことよ。大人になるとは、そう、こうなっていくの。本当に年一ぐらいだよ、うん、友達と会うのね、うん、月一は会いすぎてるよ。だって地元の友達なんてコロナになってから会ってないもんね。私も最近もうそろそろ会おうかって会い始めたあたり、そうそうそう、今年は会おうかみたいなね、うん、話になったりしたから、うん、なかなかね。そうだよ、体感がおかしいよね。地元とかに、地元から出ないと結構会うのかな、頻繁に。みんなで飲み行ったりするの、どうなんだろうね。地元に残ってる民はどうなの、しょっちゅう飲み行ったりする、同級生とご飯行ったり、ね、行ったりする。でもさ、地元にいたらさ、結局家族ができてさ、その家族のことでいっぱいいっぱいだから、地元で一人暮らしってパターンあんまりないもん、ね、あんまないんじゃない。実家出る意味がないもんね。そう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 、ね、実家にいるからなみたいな感じになるよね、うんうん、みんな行かないんだ。みんな行ってないね、これ、地元でも会わない。見るとみんな行ってないね。え、だからさ、結局さ、同級生が地元にいないパターンもあるか。そうか、そうか。 SNS の友達の方がよほど言葉を交わしているんじゃない。オタク友達の方がね、結構推しのイベントで会って、確かにね、久々みたいな。地元の友達とライブ行こうとかなんないもんね。あんまりね、ちょっと趣味が違ったり ね、 そうだよね、するもんね。私も地元の友達、結局趣味がさ、うん、同じ子しかもう繋がってないもんね。オタク友達、今月とうとう一人でライブ行き始めちゃったから、もう無敵よ。お、一人ライブデビューしちゃったの、うん、あなた。ついに無敵の、無敵です。無敵のよ、無敵。とうとうやり始めちゃった。やっちゃったか。仕事終わりで、なんとなく夕方過ぎに終わる、うん、あ、これちょっと頭間に合わないけど、うんうん、行けるみたいな感じで一人でビャーって行って、ソロ参戦。そう、すごいじゃん。バンドリンク後ろの方で飲みながら、おっとな、最高っつって。最高だね。最高をちょっと得てしまったので、人生が充実してる。これはやりますね。あー、やってるわ、それは。これはあー、やってる。とうとう、ほんとどんどん無敵になってきました。もう戻れないよ、うん、それはもう。そうなの。あら、でもいいね、素敵だね。いい、楽しかったよ。素晴らしい。みんなおすすめだよ、本当に。いいことだ。またなんか今さ、うん、ごめんね、今さ、その私この間言ったのが、うん、エビスのリキッドルームとか、あの渋谷の、あそこ、無限大ホールの前のとこ、あのあオイストじゃなくて、なんだっけ、あそこって、あそこなんだっけ、ね、あ、クワトロ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 。意外と私はあそこの2つ行ったことなくて。あー、そうなんだ。あの規模のライブハウス死ぬほど楽しいね。やっぱね。そうそう、キュッとしててね。あの規模行ってたのって本当20歳前後ぐらいだったから、めっちゃ楽しいじゃん。楽しい。あの規模のライブハウスでさ、ああいうとこって絶対ワンドリンクだからさ。だ、そうだね、うん、うん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 。いや、いいよな。お酒飲んでさ、最高ってなってしまった。今下げちゃった。程よい距離感だよね。なんかいいよね、あのキャパ。いいよね。うん、すごくいいよね。で、名乗ってないらしい。誰かも、お前誰って思いながら、誰かもわからないまま、みんな、え、ちょっと
わかる私たちのこと、私たちのことわかる驚いたな、驚いた。そういえば誰、みんな何見てるかわかる、偽物かもしれないって感じ。確かに名乗ってないから。え、知らなかった。知らなかったかも。本当知らない人がいるかもしれない。誰で名乗ろうかな。決め誰で、決めか、誰で名乗ろうかな。誰名乗りする。誰どうする。うちの子誰か使うか。うちの子どうする？長谷川いくみで。じゃあ長谷川いくみさんと今日は花井美晴でいくみましょうか。よろしくお願いします。お願いします。花井美晴です。はい、よろしくお願いします。ということで、いくちゃん、みはちゃん。まあ事故事故。おーい。おーい事故事故が起こってますよ。いや名前間違ってる。こら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 。すぐネタバラしするんじゃないよ。じゃあしょうがない、なっちゃえりちゃんの偉いすごいです。面白いな。始まりました。はい、休憩室のようなまったり落ち着いた空間で、私たち2人が名乗りも忘れ好き勝手自由にトークするをコンセプトにした番組です。はい、これから1時間半本当に好き勝手こういう感じでトークしていくので、皆さんもどんどんコメントしてください。はい、またこの番組は YouTube とニコ生で配信しておりますけども、うん、無料で視聴できるのは前半約45分まで。なんと8分私たちはこんな、マジもう覚えてない、何の話してた。ライブの話。お一人様デビューしたっていう有意義な話をした。はいはいはい、あの45分のね、無料で視聴できるのは前半約45分のうち8分9分使いました。はい、はい、最後まで見たいという方はぜひね、会員登録よろしくお願いします。お願いします。多分この辺からどっちかに出る、どっちかに出る、どっちかに出てます。はい、会員登録することができます。私たち今日ラグすごくて。そう、ラグしなかった。さらに YouTube ではメンバーシップ登録をすることができます。はい、月額会員になれば過去の番組がアーカイブ視聴できますので、うん、YouTube から視聴しているよっていう方はぜひ登録お願いします。お願いします。そしてもちろんですね、視聴者の皆さんからのコメントをね、今日もノリがいいね、みんなね、ありがとうね、ありがとうね、どんどん読んでいくので、矢印ありがとうね、ありがとう。コメントくださいね。はい、ハッシュタグの後に、夏入りエラスゴも忘れずにつけてお願いします。はい、お願いします。はい、ここでちょっとね、うん、お便りあるんで読みたいと思います。こちらハンドルネームゴリコさんからいただきました。ありがとうございます。カッター夏ねコフゴリース、コフゴリース。6月3日にカッターと事務所の後輩の花井、あ、私が今日はだってあんまりやったから。事務所の先輩の松井恵理子さんと自分の首を絞めてしまったな。のイベント、うん、松花祭りが開催されますね。うん、最近は事務所の先輩後輩の枠を超えて家に入り浸っていると噂の2人のイベントということで、今からめちゃくちゃ楽しみです。ところで6月開催なのは偶然ですか、それともやっぱりジューンブライドですか、というね。そうなんです、実は我々先輩後輩コンビでイベントやらせていただくことになりました。はい、6月3日土曜日昼の部が14時から、うん、そして夜の部が18時から。はい、こちら、うん、これなんて読むんだろう、アールズアートコートさんでいいのかな。私初めてお聞きする会社だ。はい、こちらあの楽しい企画を今ね練りに練ってるので、ぜひぜひあの今先行抽選始まっております。よろしくお願いします。遊びに来てね。2人でイベントって初めてなの。2人きりは初めてだと思う。そうなんだ。うん、そう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 、楽しみですね。イチャイチャしてるところが見られる。え、っていうかもうみはるちゃんも入り浸ってんの。あ、入り浸ってる。どういう今入り浸りの図ができてんの。ゆきんこさんがいて、うん、ゆきんこさん家には私と高見菜が入り浸ってて、うん、でもほら毎日いるわけじゃないじゃない、うん、その合間を縫ってみはるが私ん家に入り浸ってる。人がいない日あるの、なんか。あんまなさそうな雰囲気だった。あるそうなんですよ。そうなんだね。そうなんです。そのうちもうちょっと人増えたらこう入り浸り相関図作ってもらおう。あ、確かに。少女漫画みたいな、こういう風になっております。うん、ただいまマーマレードボーイみたいになる。あごっちゃごちゃのできるよ。複雑回帰。どことどこがどうつながってどう、みたいになるよ。確かになるかもしれません。はい、ということでね、はい、じゃあ、あのイラストをお便りいただいておりますので、ありがとうございます。紹介していきましょう。まずイラスト、こちら、フ
サミリさんからです。ありがとうございます。わ、高森さん、松井さん、こんばんは。こんばんは。今日4月25日は初、うん、初任給の日らしいので。そっか、そっか。お二人を、まあ割と25日の映画多いよね。うんうんうん。お二人を会社員風に書いてみました。お、私の地元には小学生が夏休み最後の夜に一晩中地域を走り回ってお参りをする不思議な風習があり、その報酬が初任給だったなとふと思い出したのですが、お二人の初任給は一体どんな感じでしたか。今週も放送楽しみにしています。まあ、初任給、一体何の初任給について話すか。初めてギャラが入った時ギャラみたいなこと、この仕事の初任給かなとかだと数千円とかで、そうそう、ね、本当に、本当に一応月で私たちもね、うん、月1回払われるから3000円とかじゃない、うん、そういう感じだと、そういう感じだったりするから、うん、何に使ったのかも覚えてないけど、そうなるともう給料だ、生活費だみたいな感じじゃないしね、うん、そう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 、そうね、うん、た私あの全部明細取っといてあるから、デビューした時から。それはすごい。たまに見返すと面白いよ。面白いね、うん、あれは歴史が詰まってるもんね、うん、ああこういうのしたっていう、あーっつって、やっぱ私たちはね、うん、あの世の中に声をお届けする仕事とはいえ、うんうんうん、世に出ない仕事っていっぱいあるから、めちゃくちゃあるんですよ、ね、実は ね全然やってないやろっていう時期でも、そうそう、絶対世に出ない。そうなの。そう、なんか結構どこかの社内で終わる、社内で終わる、社内コンペ用のアニメーションとかがあんのよ。あるんだよ。そう、なんかこういうアニメとかこういう番組やりたいですのやつで、そうそう、結構ね、おもちゃ業界とか仮のね、そういうね、仮のこういうゲームとかを発足したいから、うんうん、ちょっとプロモーションムービー、まあ、パイロット版だね。そう、パイロット版ってやつ、ね、そういうのがねあったりして、あったりとか、今はねさすがに私たちそういうの関わることはほぼないけど、あんまりないけどね、たまにでもあったりとか、あとはなんか結局世には出なかったゲームとかね、 あります。あるんですよ、あの本当にこれがね、私このキャラめっちゃ私好みっていう、そう、めっちゃ好き、本当にっていう、めちゃくちゃ押す自分だけど、うん、みたいな時に自分が出る前に、うん、終わってしまったパターンとか結構ある。あ あこれが私もめちゃくちゃお気に入りなのにみたいな、そのタイトル自体が出なかったもあるしね、あるしね。でも我々は一応お仕事としてやらせていただいてるんで、お金はいただいてはいるんですけど、やったという事実が。でもなんかお金いただくよりも出てほしかったみたいなことがね、結構あるんですよ ね本当に、もう本当にね、悲しい、ね、やめよう、悲しい話はあるね、やめよう、やめよう。はい、続きましてこちら、はい、島春樹さんからいただきました。じゃーん、夏ね、松入り、こごごりーす。こごごりーす。前回はイベント直後の余韻もあって、うん、イベントに出る側、見る側両方の話で盛り上がってましたね、うん、イラストですが、そんなイベントの話題の一つ、ワイパーどっちに振る問題のシーンを描かせていただきました、うん、それでは、ありましたね。この絵だと本当に私たち逆にやってるね逆にやってる私たちは演者に合わせてない。ミラーの方がいいと思うよ、ミラーの方がやっぱり気持ちいいと思うよまあしょうがないよね。まあでもみんなが楽しいのが一番だから。確かに、思いに任せてやって盛り上がってるのが一番嬉しいからね、やっぱね。ね、でもまあやっぱ揃ってると綺麗だよね。そう、揃ってるとやっぱね、揃っているということが大事かもしれない、綺麗だなって思うよ、うん、ぜひミラーを、我々はミラーを押しています、我々はミラーだとやりやすいなと思っております。はい、じゃあお便りもいきましょうか。いきましょう。桜井さんからです。ありがとうございます。なちゃえりちゃん、こんばんは。こんばんは。私は誰にも見られていない時のみ、うん、ピーナッツクリームコッペパンを両端から食べ、クリーム多い部分を最後に食べるというあまり行儀が良くない楽しみがあります。親しい友達に話したところ、5歳児かよ、けどわかるわと共感を得られたのですが、うんうんうん、お二人は一人の時だけの楽しみって何かありますか。ああ、一人の時だけの楽しみ、楽しみ、人前で何かすることが少ないからな。私、人といないから。私も行儀悪い話なんですけど、うん、オレオがあるじゃん、うん、オレオ半分にして食べてる。あれさクリームさ、うん、偏るじゃん。そう、それ救わない。あのね、私実は救わないんです。なしだけ、あのなしだけで、なしのやつを味わいたいのがあるんですよね。あ、じゃあそう、だから先にクリ
ーム食べて梨の方を行くっていう、ちょっとそういうところがあるんですね。私は公式らしいよ。え公式らしいよ今。え私もしや正しかった公式の食べ物食べ方らしいよ。あ、分かんないよ、知らなかった。ちょっとあのコメントの、あビスコもそう、そうだからビスコも、ビスコね、ビスコねあの私結構ねバシッてやりがちなんですよね、うんうん、そう確かに。でもビスコとやる、そうオレオも割って食べる、そうやっちゃう、ついついね。あ公式らしいわ。あそうなんだ、知らなかったな。じゃあいいんだね、全然。あみんなねカップ麺アルフォート無理じゃんアルフォート難しいじゃん。アルフォートはちょっとむず難しいですね。アルフォートはねちょっと難しいけど、あリッツパーティーするいいじゃんリッツパーティー。リッツパーティーめっちゃいいじゃん、ね、リッツパーティー。リッツ買って私何もつけずに食べるのが好きで。あそうそうそう、味ないやつ、ね、そうリッツだけをひたすらシンプルなさ、そうそう夜に食べるっていうのやってます。わかるわかる。じゃリッツだけパーティーしようか。そうリッツだけパーティーがいいななんかチーズとか本当はさこう乗せたりするじゃん。結構 ね生ハムとかちょっとしたああいうおしゃれな ね見たことはあるんだけど未だにやったことない、はい、リッツ買ってんのにどうなん、みんなリッツパーティーってするの？えしたことないんだけど。俺は信じてるけどしてないよね私は信じてるよみんなのこと。そういうことやらないよね。するの？だってちょっとさホームパーティーとかやる人じゃないの、リッツパーティーする人って。ホームパーティーしないから、ね、ホームパーティーとかすんのみんな私はしないよ。ホームパーティーと家飲みの違い何？あちょっとこじゃれてるかこじゃれてないかじゃないのああ映えるか映えないか、映えるか映えないかじゃないのやっぱり。そうなの？ちょっと規模が大きいとか。私牧野さんち、牧野由依さんちに、うんうんうん、あのご飯お呼ばれして、うんうんうん、食べ行った時はこれは私はやった人んちでご飯だみたいなテンションで行っちゃったけど、うん、違うこれホームパーティーやって思った。マジで記憶はある。えじゃあさこの間さあの2人でノジョンち行ったじゃん、あれはあれは家飲み、あれは家飲み。でもノジョすごい用意してくれるから、そう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 、あれは半々ホームパーティー、なんかもてなしがすごい、人の少ないホームパーティー。そう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 、だって私ノジョが永遠に私が持ってったチキンとか、うんうん、オーブンに入れて焼き直してくれたりとか、うんうん、他のやサラダとかすごい作ってくれてる時にパスタとかね、そう私キッチンにずっとこうやりながら喋ってて子供かのじょにずっとこうやって喋りかけて、で私は犬と戯れてかわいいねーっつって言ってずっと立ってのじょの隣にただ立って喋ってて、たまに犬と戯れ子供2人そうお腹すいた、わ美味しいっつってそうなのよね、嬉しいよね。のじょんちの子になったら幸せだろうなって思いましたもん。明るい家庭よ ね本当にご飯ね美味しいしね、いいよね。じゃあそろそろ始めていきましょうか。はいはい、じゃあまずはこちらのコーナーから、はい、今日の夜食のコーナーよ、食べるわよ。はい、このコーナーでは皆さんが私たちに紹介したいご当地お菓子やお土産の情報を募集しています、うん、ということで本日紹介する夜食は何でしょうか。お便り見ていきましょう。はい、こちらはファミリーさんからいただきました、うん、ありがとうございます。高森さん、松井さん、お邪魔します。はい、ようこそ。私がおすすめしたいのは地元滋賀県にある多賀大社で売られている糸切り餅です。お名前通り、こしあんを巻いた長いお餅を仕上げに糸で切ったお餅です。由来は長いので割愛しますが、刃物を使わずに切るということで平和を模した縁起物です。滋賀の人は初詣や七五三の際に買って帰ることが多く、私も子供の頃からこの素朴な味が大好きで、最近はおやつ用のパックが新幹線乗り場に売られているので、うん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 、毎回買って食べながら実家から戻ってきます。お店は多賀屋と円珠堂の2店舗ありますが、個人的には円珠堂派です。ほということで、食べたことないな。私も見たことないな。あんこ入ってんだ。そうそう、こしあんが入ってるってことだね。あ、そう言ってたわ、うん、私が言ったわ失うスピード早いのよもう読んだそばから消えちゃってる、ね、怖すぎる失うのスピードが、なちゃんどんまい私の頭の中の消しゴムの猛追私が喋ったそばからガガガガガガガって追っかけてくるんだよ消しゴムがよ早いないや怖かったな。ちょっとなんか円珠堂さんみたいよこの写真は、なんかこの柄が飴っぽさもあるね、ね、
確かに千歳飴感ある七五三のね帰り、これは覚えてます、七五三の帰りに買うんだって、ね、そうそうそう、美味しそうね、美味しそう、確かにこのサイズで新幹線とかで売ってくれたら嬉しい ね、 いいね、ちょっとつまみたいですね、うん、じゃあ次行きますか、絶対美味しいやつだこれは。はい、続きましてターン H さんからいただきました、うん、ありがとうございます。高森さん、松井さん、こんばんは。こんばんは。ぜひおすすめしたいお菓子は、うん、富山県の銘菓月世界です、うんうん、見た目は真っ白で四角くなんか硬そうに見えるのですが、口に含むとあっという間に溶けてしまうんです。味はほんのり甘く優しい口当たりなお菓子です。お茶受けにもぴったりですが、コーヒーにもぴったりだと思います。あら素敵、新しい食感を味わいつつ何か懐かしい感じのするこのお菓子を食べてみてはいかがでしょうか、うん、それでは。上品そうだわ。なんかこれだけ聞くと何の成分でできてるのかが確かに全然わかんないね、気になるな、何をどう固めて口どけのいい、ね、何でも名前的には和菓子なのかな多分。そうだね、月世界、そんな感じは綺麗な名前ですね。じゃあ次いきますか、はい、こちらは土佐のオレンジラビットさんからです。ありがとうございます。夏目松井、こんばんは。こんばんは。今回紹介したいのは、うん、高知県の姫カツオスティックです。お、つまみか。高知県といえばカツオのイメージが強いかと思いますが、うんうんうん、このカツオスティックは食べやすいサイズで味も複数あるのでおやつにもおつまみにもできる一品です。以前神戸の実家に帰省するときに買っていったのですが好評だったのでお二人にも食べてもらいたいです、ということで。そんなのあるんだ。最近でもスティック化するの多いよね、食べやすいもん ねシンプルに。みんな忙しいのかな。そうじゃない、あとやっぱ手を汚す果物とかみんな食べなくなってるって言うしね。そうか、やっぱそうなのか。手軽、手軽に皮とか剥かずに、ね、種も もうさ、うん、ない方がみたいな。昔種のないブドウなんてなかったよ。なかったよ。でっかい種入ってたよ。ほんとだよ、ね、一個一個出してたよ。ほんとだよ。でもいつまで経ってもビワってなくならないよね。ビワって今もあるよね、種。ビワもうほぼ種だよ。そう、ほぼ種。ザクロもほぼ種だよ。もうね、いつも許せないの食べるとこ少ない。悲しいよね、あれね。アキビなんか種自分の口の中でどう処理していいのか分からない。ザクロも難しいよな、ね、ザクロプププププププ。そう、あれの正しい食べ方があんまりよく分からない、ね、マジで分からない。綺麗に食べれない。好きなんだけどね、そう、美味しいんだけどね。じゃあ次いきますか、はい、はい、こちら、これラストですね、リンゴ大福さんからいただきました。ありがとうございます。夏で松江里さん、こんばんは。こんばんは。今回おすすめしたいお夜食ですが、うん、春ですし和菓子屋東太郎さんの桜餅はいかがでしょうか。いいね、桜餅といえば関東と関西で2種類あるのは有名な話ですが、うん、その 2種類を食べ比べする機会ってあまりないと思います、うん、ということで長明寺と道明寺どちらも作っている東太郎さんの桜餅で贅沢に食べ比べをしてみるのはいかがでしょうか、ちなみに私は愛知出身の大阪在住で食べなじみのある道明寺の方が好きでした、というね。そうだ、分かれるんだった ね。そうなんですよ。ちょっと米っぽい方かなんか、うん、あれなんていうの、道明寺の方こう包まれた なんだろうねピンクのピンクのああいう感じ、ちょっとおはぎっぽいんだっけ、ちょっと ねああいう美味しいよね。でもどっちも、じゃあ、はい、この今夜のお夜食は何でしょうか。何でしょう。おお、見たことない箱、メーカー月世界。あ、わからないやつだ。わからないやつ、何なのかわからないやつだ。ほう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 、何でできているのかわからないやつだ。へー、なんか品が、もうでも名前からして品が、あ、なんか、あー、ちょっと落眼っぽい感じ。落眼っぽいけどこういう入り方してますね。あ、そういうなんか羊羹みたいな、ちょっと意外な、意外な、意外な箱テイストでね。えー、美味しそう。意外な箱に入っている。食べてみたいですね。お茶が欲しいですね、これはね、やっぱね。 G やお茶の用意をお願い。 G やすいません、本当にありがとうございます、助かります。本当にすいません。お茶来ました、嬉しい、嬉しい。ほうじ茶入れてくれた。ほうじ茶です。絶対合うもんな、最高なんだよな、ね、和三盆糖と、わ、白白草糖、白草糖、わからない、つまり落眼ってこと、そういうことじゃない。わ、あ、ちょっと待って、おいしそう。あ、
なるほどね。もうめちゃくちゃ軽くてびっくりしちゃった。めちゃくちゃ軽い。これで松入りの握力でも多分いける。クシャっていけちゃう。すごい軽い。軽やかな。なんかこのとこ多分開けたらいきなり食べられるやつだ。なんか落眼よりも多分もっとふわふわな感じがするね。うん、すごい。嬉しいね。美味しそうだね。わあ。本当になんか2つ入ってます。見た目は高野豆腐ですね。ね。この軽さも高野豆腐ですね。軽さとエアリーな感じと、ね、エアリーですね、うん。この白さと四角さ。すごい。ちょっとお茶の用意をして。ね。G が入れてくれたわよ。ありがてえな。やっぱお茶だよね。こういうのには。コーヒーにもいいって言うからね。コーヒー、ね、でもこの時間でコーヒーの飲みたくないのよね。眠れなくなっちゃう。ちょっとリスクが高いのよ。コーヒーはいつでも美味しいんだけど。おお。こんな、ね。すっごい軽い、軽やかな。召し上がって。わあ、いただきまーす。うん。うん。あ、そのパキっていくんだ。うん。どう？落眼っぽい？いや、違う。あのメレンゲクッキーみたいな、あーなるほどね、の和菓子バージョンっぽい感じがちょっとするかも。香りは、あ、でもちょっと甘い香りがするね、うん、すごい優しい甘さ。あ、そう、結構ね、うん、でもジュワーって溶けてくる、うんうん、確かにメレンゲっぽい、そう、メレンゲっぽい感じ、うん、でもなんか和菓子なんだよね、味は。おいしい。だってお砂糖と新鮮な卵を材料としてだから、うん、最高。メレンゲ、メレンゲだ。メレンゲみたいな感じなんだ、ほんと実際。あら、大好きなんだよね、こういうの。え、上品、上品、上品。でも一瞬でなくなるやつだ、うん、これめちゃくちゃうまい。最高。あ、おいしい。うん、うまい。これこの一つをポンってもらうのが一番嬉しい。これお土産っつって、これなんだろう、これうまっみたいな、最高、ね、何これってなるやつ。でもこういうお上品なお土産とかを持っていけるようになりたいよね、うん、確かに、ね、ちょっと気の利いたさ、うん、でもなんかなんだろうこれみたいなやつ選ぶセンスがない、うん、ほんと手土産なんかさ、コロナで、うん、やっぱ個包装のものにしなきゃとか、食べ物はやめとこうとか、うんうん、いろいろちょっとちょっと手土産のさ路線が変わったじゃない。そうそう、あるよね。でもそろそろこう差し入れとか復活してもいいよなってなんとなく思って、でもやっぱまだ個包装だよなっていうのと、うん、それはそうかもな。ねえ、どのねえ、なんかこう難しいのよ手土産。お茶が合う、美味しい、うん、へん。これは甘くないお茶でいきたいね、やっぱりね。チョークって食べれるのって何のみんな何の話してんの、どうした、いつの間に何の話してんのなんか変な話してない、カルシウム取る話になったの、うん、チョークよりは柔らかいよ、ね、会社とかの差し入れはもう絶対個包装でしょ。そうだよ ねやっぱこう生もの置いとくっていうのはね、むき出しのものとかね、ちょっと ね、 ちょっとね、だんだんあったかくなるしね。そう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 、難しいよね、まあ、それはコロナとか関係なくの方が、うん、あ、そうだった、これお便り読むコーナーじゃなかったわあ、今お便りを求めた、うん、お便りを求めちゃったわ。ちょっとこれからなんでいいですか、これからでしたわ。じゃあ次行って、はい、じゃあ続いてはこちらのコーナー、うん、送るだけで偉いすごいのコーナーよ。ここにいるみんなが今私に何を求められてるのかわからないリアクション取って、はにゃってあれあれあれ、あ、ウェットティッシュかな、ウェットティッシュかな、ウェットティッシュかなって私も何を求めてたのか自分で分かってなかったみんなの戸惑いがなぜか私まで戸惑うっていう何を欲しがったんだ。はい、このコーナーは番組に初めてお便りを送ってくれた方を私たち2人が偉いすごいと褒めたたえるコーナーです、うん、挨拶程度の短いメッセージや私たちに聞いてほしいちょっとした報告など内容は何でも構いません。これ前回あの読めなかった分の方をね、うんうん、ちょっと今回は読みたいと思います。ちょっとイベント感想とかにね、ね、いっぱい読んだから、ゼロゼロさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。
夏根松江さん、こんばんは。こんばんは。合同イベントお疲れ様でした。4、5年間久しぶりに、 4,5 年ぶりってことかな、うんうん、久しぶりに現地でイベントに参加できて本当に嬉しかったです。こんな素敵な時間を過ごさせてくれてありがとうございます。途中で皆さんから、大事なイベントがあると前夜眠れなくなると言われた時は本当にショックでした、うん、私だけがそうだと思ってました。なんでショックなの？ちょっと文脈分からなかった。なんで今回のイベントも前夜は全然眠れなかった。辛いですが今回のイベントを大切にしているからこそかもしれません。でも本当によく寝ている人が羨ましいです、うんうん、次回のイベントも楽しみですし、また機会があれば参加したいです。こう締めで全部なんかいい方向にまとめようとしているけど、いやでもなんでみんなと一緒なの、ショックなの？安心したじゃないの、うん、そこみんなと一緒でよかった、あ自分だけじゃなかったんだっていうことじゃ、これ国語の問題で出たら私 100% 間違えるんだけど、あのテントでね、あれあれあれっつって作者の気持ちを答えようのやつね。私もゼロゼロ作者の気持ちがわからんかった今。ちょっと難しかったな、うん、難しい国語だった。同担拒否なのってみんなが同じ気持ちの人はやめてくださいみたいなことだったのかな。眠れなくなるのは俺だけだ、うん、俺だけなんだ俺だけがすごく繊細で、うん、っていうことだったのかな。いやそんな繊細な気持ちで来てくれてありがとうね。ありがとうね、嬉しいよとっても、ね、ぜひぜひまたね、いや本当ちょっと眠れなくなっちゃうかもしれないけど来てほしいな。次のメールでは今回眠れましたとか言ってほしいな。言ってほしいな、うん、じゃあ、ね、でも初めてのメールありがとうございます。はい、JK カイザーさんからいただきました。ありがとうございま す。この番組に初めてお便りを送らせていただきます、うん、合同イベントお疲れ様でした、うん、ありがとうございます、うん、私自身も久しぶりの声出し解禁後のイベント参加ということもあり、うん、最初は戸惑いありつつも後半は声出して笑ってました、うん、すっかりこの3年間で省エネなイベント参加に慣れていたんだなと改めて実感しました。お二人はこの3年間で身についた習慣で今更変えるのもなみたいな習慣はありますか？ちなみに私は対面で人と話すときに唾とか飛ぶのを気にしなくていいのでマスクいいなと思ってます、うんうん、まあ、マスクは私たちは元からね、元から結構元からしてて、ね、本当に、うん、真夏でもする人はする、するする、ね、私もなんか電車の中とかは結構、うん、夏でも夏用のとかになってたけど、そうそうそう、ちょっとメッシュでね、うん、常にマスクではあったから、うん、そう夏でもねやっぱエアコンとかで結構ね乾燥したりするから、うん、そう結構普通に、まあでも声優的にはあれですね、やっぱりマイクワークが復活するのかどうかは復活し始めてますから、あ、うん、私もこの間の現場で数年ぶりにできたマイクワークしました。できた、うん、あでも人減らしてたから、あそっかそっか、そうそう、フルじゃなかったから、あよかったそうでもやっぱその現場始まる時に、うんうん、あのディレクターさんが、うん、マイクワークは初めてっていう人ってのあって、そうよね、うん、3年の間に、ね、2人ぐらい手が上がって、あはぁーって私も上げたいぐらいだけど、ね、確かにもう自信ない、自信ないんすよっていう、うんうん、そうなんだよね、まあ、だいぶ人数は絞ってたけど、うんうんうん、この現場復活すごい復活するんだっつって、ちょっとなんかさ10人15人いる現場のマイクワークに今対応できるあれがないから、そうやって徐々に少人数から始めたい、うん、でもどうやら私たちも対応できるか不安だし、うん、そのコロナ禍で入ったスタッフさんとかはミキサーさんもか、スタッフさんがわからないらしくて、だ、ね、だってこうさ微妙な調整をしてくださってたもんね、こっちが喋んないからみたいな、本当にすごいミキサーさんとか、そうだ、私たちが覚えきれてないのに、うん、この時のこのページのこのカットのこのセリフの時は誰々さんがから何番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 誰々さん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 だったから、あの入れてなかったこの人を次ここに入ればいけるとか、そう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 、すんごいパズルする人いるの、もうフルコントロール、私たちが私たち自分だけだからみたいな、かろうじて、そう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 、で、あんまりごちゃごちゃしてる時自分のも把握できない時たまにあって、えこの息どこで入ったっけみたいなことが、ね、これ一瞬入れてもらったとこだ、どっちだっけみたいな時とかあったりするのに、うん、本当にすごいよね、どういう頭脳をしてるのか、熟練の技だね、そう本当にすごいミキサーさんとかいらっしゃったんだけど、そうなのそうなの、でも今はねほら、うん、それを
してきてないスタッフさんが多いから、そうだよね、このコロナの時に入ってくださって、うんうん、結構ねもうだって3年ぐらい3、4年ぐらい、うんうん、キャリアはあるけど、そう確かにそれはやってないっていう人も、ね、いらっしゃるもんね。だからもうみんながね、みんながわからない、みんながちょっと手探りで、じゃあみんなが1年生ってことで、うん、いやーそれが今心配、まだやってないんですよ。結構ねやっぱめちゃくちゃ準備してて怖くて。そうだよね、うん、この人がここで、この人が2つ前ぐらいでこっちにいるから、ね、ってことはここが開くから、いやでもこの人も、うん、あでもこっちが、あこの人こっち側座るんかみたいな、当日あーっつって、そこからあっちに行くのは無理そうやなみたいな、もう合わせセリフはでも結局同じマイクには入らないでね、うん、って感じだから、うん、合わせセリフとか結局合わせられなくて、あ4、5人のセリフとかはもうマイク足りないから、まあそうだよね、結局抜いててみたいな。難しいよね。だからもうこういうさ塩梅、どの塩梅で探っていくかを今多分全ての現場では手探りで今やってる状況です。手探りでやってます。我々の現場は頑張ってます、はい、そうです。はい、じゃあ次のコーナー行きましょうかね。続いてはこちらのコーナー、トークテーマ討論のコーナー。わー、はい、このコーナーでは私たち2人に討論してほしいさまざまなトークテーマを視聴者の皆様から募集しています、はい、それでは今回はどんなトークテーマが届いているか見ていきましょう、はい、笛のラムネさんからです。ありがとうございます高見さん、松井さん、こんばんは。こんばんは、まあお二人に討論していただきたいテーマは、あでもこの時期にいいんじゃないですかね、うん、唐揚げにレモン絞るか絞らないかです、うん、飲み会とかね徐々に復活とかしてるかもしれないし、ね、はいはい、個人的には唐揚げにレモンは好きなのですが、レモン絞った後手を洗ってもしばらく匂い消えないので絞らない派です。そういう理由、そういう理由なんかちょっと思ったのと違う理由だった。ちょっと思ったのと違ったな、うん、なるほどね、はい、絞るか絞らないか、いやこれもう個人的にか、うん、なんかみんなで飲み会の場で絞るか絞らないかだと勝手に今私は先読みちょっと深読みしちゃったけど、個人の好み、個人の好みの話ですね、これはね。なるほどね、全く絞らないです。私絞る、え一緒に、え怖っ、え一緒に行った時絞ってた、ちょっと待って言って言ってよ、待って多いぞマジで違う、あの私正直別にかかってても嫌いではないんですよ言ってかかって嫌いじゃないから、私もかかってなくてもいけるから言って、かけたい人の意思に意思を尊重したいからかけていいって言われたらどうぞっていうタイプなんだよね、うんうん、でも別にかかってようがかかってなくても食べれるけど、自分自身はなんか別にかかっててもいいけど、かかるかけるのがめんどくさいから自分の時はやらないってことなんだっけ。味の好みは別にって感じ、どっちでもいいそう信じるよ、そう本当だから安心してほしい、別にたばかってたわけじゃない松江里結構さほらイエスでくれるからさ、 あそうね確かに、イエスマンだから何聞いてもイエスでくれるからでもねあのほら嫌いなものは嫌いって言うから、またチュロス問題出たかと思っちゃったよ今ポップチュロス、チュロスなんか食べてないやんけ、一回も食べてねえじゃんお前食べろやどういう切れ方私の前でもチュロスを食え何これ今度行った時チュロスね食べるんでね、食べてチュロスをさあ面白い面白いいいよ、好きな時に好きなものを食べたらいいんだ。そうですね、だから夏ねはかける、うん、私はかけない、めんどくさいからかけないってことですね、うん、嫌いじゃないけど。じゃあ松江里と言って、うん、唐揚げが出てきた時は、うん、半分かけるわ半分かける別にかけてもいいんだよ味はそんなに私がかける分にはってことでしょ。そう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 、私かけるのめんどくさいなって思っちゃうから、うん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 、やらないよっていうだけ、うんうん、そう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 、分かったね信じてほしいな、分かる、かけるわ、信じてほしい、嫌なわけじゃないからはい、じゃあ次いきます、はい、こちらブルーノさんからいただきました、うん、ありがとうございます、はい。先日友人と某少年探偵の映画を見に行った帰りに議論になったのですが、うん、主人公とくっついたヒロインと報われなかったヒロイン、うん、どちらを好きになりやすいという話題で盛り上がりました、うんうん、キャラによるとは思いますが僕はくっつかなかったヒロインを応援したくなることが多かったです、うん、お二人はどちらが好きなことが多いですか。ヒロインは男女問わずです。タイムリーだね、タイムリーだね、行ってきたよ。
私もとても見てきた、ね、私も見に行こうって思ってるけど、うん、見に行こうって思うとついスラムダンクを見に行ってしまってなんだか他の映画を今見に行けていない。嘘、行こうと思ってるの。いろんな映画見たいなのっていっぱい今あるんだけど、なんか気がついたらスラムダンクを見に行っているので、うん、風見一瞬出てきたよ。本当、うん、風見一瞬いた、うん、ちょっと風見さんの警察しないと。風見いたら夏ねえに言おうって思ってる。私別の友達にも聞いた、ねえねえ風見さんいたっつって、いたよっつって、そう、一瞬いたよ、一瞬こういう話題だとっていう、こういう話題だと出て